できる、できるかな、できるかな、雑談。あ、リプちゃん逃げちゃう。あ、いいよ逃げて。あ、雑談。あ、いるならいてもいいけど、あ、かまってほしいのか。いや、さらけ出して雑談したいな。でも今今日ね、個人情報じゃないけどさ、その身の回りの身辺の話したいんだわ。でもしたいんだけど、個人情報特定されるの嫌なんだよな。なんでかってさ、つまらない奴らがそういうことしてくるじゃん。意味がわからないんだよ。お前は楽しいと思ってんのかっていう、他に楽しみを見つけろよって話で、その、人に迷惑かけすぎることはダメじゃん。まあ、生きてるうちはもう全員に迷惑かけてんですよ。俺ネガティブな人間なんでわかるんですけど、全員って今人だけじゃなくて、もう万物に迷惑をかけてるんですよ、人間っていうのは。生きてるだけで文明があるだけです。宗教じゃん。宗教じゃん。ねえ、まあ、迷惑かけてるんでしょうがないんですけど、いや、迷惑を故意にかけるのはやめようなって話で、まあじゃあ、ああ、やっちゃったよって。やっちゃったよっていうかね、わからなかったって、故意じゃないから OK っていうわけでもないですけど、まあ難しいですね。迷惑かけるな論って何もするなって言ってるのと一緒だからね。人の行動にはなんか人に迷惑がかかってるからさ、俺たちが生きてる時点で誰かが仕事しなきゃいけないわけじゃん。その時点でみんなしたくもない仕事をしてさ、社会を動かさなければいけないって感じで、すごいなんかそういう放送になってきた。ちょっと待って、あーもうね、マックたらふく食ってさ、あーお腹いっぱい。やっぱ腹ゴブだ。マホトさんのお腹いっぱいは嫌だ理論っていう、理論じゃない、お腹いっぱいは嫌だの言ってる意味が分かったな。お腹いっぱいだるくなるな。あーちいよ俺の部屋でも、この暖房消すとさ、めちゃくちゃお腹痛くなるんだよな、寒さで。ああ、何しよう、雑談することねえな。いやー、なんか話したいことはいっぱいあるんですけど、まあいいかな。ねえし、そんな。ああ、そうだな。あれだ、シャムさんの話だ。最近は雑談無敵状態が続いてんな。シャムさんがさ、まあいろいろあるけど、いや、俺はシャムさんを知ってよかった。シャムさんはすごいクズなんだなって思って、タックとかみんなが持ち上げてた感じと俺は勘違いしてたけど、よく、しっかりとクズだった。これは嬉しい事実だ。これから追ってかないけどね。あ、なんかエピソードな。ブサイクサトシ、ブサイクサトシって言ってるからなんだって思ったら、あ、こういう人ね。インタビュー系ね。インタビュー系って、あれ、面白くないじゃん。なって。つまんねえやつにインタビューしてるって。まあ、しょうがないですよ。つまらないっていうのはね。まあ、俺もね、面白い、面白くないで、そんな生きてる人間なんて確かにつまらないんですけど、まあ、その論を論じても、面白いくらいの人間ではありたいんですよね。やっぱり。やっぱり究極の面白い雑談、俺は米津玄師を見て思いました。すげえ再生回数取ってる。じゃあ俺もスルメ雑談っていうか、見れば見るほど面白くなるし、永遠見たくなるような最高の完成形の、究極な完成形、究極体のね、雑談を取りたいな。30分くらいで、どこを取ってもどこを切り取っても面白いから、全部切り取らないで30分見ちゃおうみたいな、究極の雑談を俺は作りたいわけですよ。まあ、作りたいわけですよってね、すごい松本人志さんに影響されているけどさ。いや、その、究極の雑談を作りたいんだよねっていうのは、松本人志さんは多分言ってないと思うんだけど。やっぱその、まあ、ネタツイッターの人たちには、ね、好かれたいんですよね。やっぱ、っていうかね、まあ、面白い人に好かれたいけど、芸人さんに好かれたいかっていうと、芸人さん凄すぎてちょっと、やりとりがめんどくさいんだよな、なんか。もし認めてもらえても嬉しすぎちゃうじゃん。嬉しすぎて俺のなんか個性が、その嬉しさのまばゆさでさ、ふんって消えちゃうじゃん。ふんっていう。俺はね、バキでそういうまばゆさ、まぶしさだね。あれだよ。いいよね。その純粋無垢の光。あまりにも強い光は闇をも消すみたいな、なんか、そういうのあれ好きなんですね。花山香と武蔵が戦ってた時の、その戦いの純粋さみたいな。あまりにも強い光は光をも消し去るみたいな、なあ、いいなあって。12秒だから俺はさ、いいなあって思ったけど。
普通にネタ、俺はネタツイッターの鍵、あの鍵じゃない、グループラインで見せてもらったけど、普通に俺の神王亭九国を称賛かって言われたのはちょっと腹が立ちました。うん、コションさんですね、コションさん。人の名前出すの好きなんですよね。あんま人の名前って出しちゃいけないじゃんし、みんなはそのコションさんって俺も知らないけど誰だか、うん、てかネタついたら誰だか誰だか分かんねえよ。そんな名前は知ってるけど、どういう人なのか分からないじゃん。俺の素性だってさ、みんな分からないわけじゃん。いやー、でも面白く楽しく雑談してますよ。うん、いやー、なんかね、ちょっと際どい、下手したら個人情報が特定されるようなバカな雑談をしたいんだよな俺は。でもさ、ネットのやつら腹立ちすぎるんだよな。すごい、俺もバカな雑談はもうできちゃったね。うん、俺が思ってるバカな雑談じゃないけど、俺が思ってないバカな雑談ができてしまいました。うん、いや、俺が思ってない、俺が思ってるバカな雑談と、もう一つ俺が思ってるバカな雑談を作ろうと、プラスして新たな俺が思ってる今バカな雑談をしてて、さらに今、あ、こういうバカな雑談をしたいを組み合わせた新しい俺が思ってるバカな雑談を作ろうとしたんだけど、そうしたらもうなんだろう、語彙がむちゃくちゃすぎて、語彙力っていうかワード俺が喋るワードがひどすぎてバカな雑談になっちゃった。既存のバカな雑談になってしまった。うん、既存のっていいよね。既存ってすでにできているとかなんかあんま言った方がいいよね。いやー、そういう難しい言葉を使うの大好きなんですよ。俺はやっぱバカなんだなって分かった。俺は分かってて使ってるんだけどさ、いやー、そのかっこいい言葉いっぱい使ってきたよね。イニシティブとかさ、俺は自分がバカなことを分かって頭がいいと思われたいと思ってるんだな俺っていうのはね、ちゃんと理解してるんですけど、本当に思ってたのかっていう。既存とかね、既存も頭いいわけじゃないけどさ、そのかっこいい言葉っていうか、かっこいいっていうかね、ザ大人みたいな、嫌味で言ってますけど、ザ大人みたいなね、小池百合子とかもよくわかんねえじゃん、あいつデルンゲルがデルンゲルゾムヌしてみたいなことばっかり言ってるよ。いや、でも俺が今、おお、すごいワード言いそうになった。すごいね、なんかね、名誉毀損になりやがってて、おかしいじゃん、そんな、おかしくね、そんなにうるさい人。うん、その専門用語いっぱい使う人さ、まあ日本語だって日本の専門用語みたいなもんところの集まりでありますけど、日本語っていう専門用語ですけど、日本の専門用語ですけど、まあなんだろうな、その面白い人たちはやっぱ面白いものを見てきて面白くなってるわけなんで、さらに自分の面白さをね強くしていって強化補強してるわけで、だからもうね、芸人さんより面白くならなきゃいけないんですけど、芸人さんは重すぎるんです。面白すぎる、重すぎるじゃなくて、今口内炎ができて痛いんだよな。うん、昨日ね、久しぶりにライブ行って楽しいなーと思って叫んでたら、あの普通にここがすげえね、わざとね口をえーってね、あの寒い日だってからえーってなんかあーいーうあーってやったらさ、こっちが叫んじゃなくて中が叫んだんだよ。これは想定外だった。俺の体はいつも俺の想定外なねことをしてくるのは本当にやめてほしい。えーってやってくれ、ピキッてなるのをさ、あ、言ったら想定内だぜ、ピッピーみたいなね、そういう遊びをしようと思ったら内側が裂けました。これはこっちが一番やばいから、口の中雑菌まみれなんで、キングここにね、あの突破口だって言って、ここにここの裏側にねみんな来ちゃうんで、悲しいね。あ、雑談して痩せようと思ったら、もうちょっと気持ち悪さなくなってきたかなって思ったら、水を飲んだことによりタプタプの気持ち悪さが増えてきた。いやー、本当にハイテンションでいきたいんですけど、やっぱ面白いってなんでって、俺はちょっと怖いよな、面白さ重視しすぎて。重視重みる、重み見ててさ、もうね、面白いっていいことですからね、本当に。面白さってもう魅力に直結するんで、うん、まあ魅力イコール面白さなところあるんでね、もうなんか魅力って面白さの言い方の変えたことなんでね、面白い人間になりたいですね。でも俺やっぱすごい真面目なんですよ。なんだろうな、怠惰って言葉あんま使いたくないんだよな。すごいなんか中二病すぎるじゃん。なんだろうな、いや中二病なんだけど、中二病がよく使う言葉使いたくないんだよな。
タイだってね、使いたくないな。やだな。使いたくない。吠えた。吠えましたね。まあ、めんどくさがり屋な真面目っていう最悪なんですよね。真面目にやるんじゃなくて、やることはめんどくさがりなんだけど、考え方が真面目なんで、一番や、なんだろう、人としてやばい人なんですよ。僕、人としてやばいってね。やばいって何でも言えるんですよ。どうやばいかって説明しますと、その利点がないっていうかさ、めんどくさがり屋だからそのおおらかっていうか許容範囲が広いところもあるのに、その精神的な良さが、真面目はやっぱ精神はめんどくさいけど、めんどくさがり屋でもなんか、あまあいいよみたいな、めんどくさいしってね、めんどくさいしってわけじゃないけど、めんどくさいし考えたりしねえな本当に。いや、加藤純一さんの放送になんか感化されすぎてる。いや、ずるくない？めんどくさすぎる。めんどくさいってさ、言葉、すごいよね。もう日本人、俺はね、すごい、そういうね、そういうネットの思想を水としてね、育った食物、羽島京志郎なんで、食物、植物なんで、すごいネットの思想にね、ネットの思想を浴びてできた植物なんで、お水じゃなくて日光になった。うん。日本はそういう裏でなんかなんだらされてんじゃないかなって言うけども、やっぱめんどくさいとかそういう言葉あるじゃん。あと迷惑をかけるなんて、この二大言葉、二大用語。ずるくない？人に迷惑をかけるなって何もするなってことじゃん。でも、めんどくさいって何もできなくなっちゃう。あ、めんどくさいな、めんどくさいな、めんど、めんど、めんど、だっただっただっただって言ったらさ、もう、俺が出来上がったわけよ。うん、この漫画であの気持ち悪いツイッターのリプのあれね。あれ。で、俺が出来たっていうわけ。みたいな。まあ、画像リプ全部キモいもんな。あいつら脳死んでるからさ。脳ないんですよ、あれ。脳売っちゃってるんで。うん。あいつら全員脳売ってるんでね。考えることできないんです。うん、残念ながらね、まあ、それくらいね、切羽詰まってるんですよ、人間。脳を売ることでしかね、金稼げねえっていうね。うん、ツイッターやってるやつ全員脳、まあ、全員じゃないんですけど、まあ、ああいうリップ送ってるやつ、脳が死んでるし、俺は考えてる風だとしてアピールしたやつもしっかりと脳が死んでるんで。ツイッターやってるやつのね、まあ、9割は脳死んでるんで。まあ、脳が死んでなくても、その人としてダメなところもあるしね。あれ、海洋、風呂入ろう。スマブラなんかよくわかんないけど楽しい。お腹冷えちゃう。何しよっかな。バレンタインデー当然のようにもらえなかったな。しっかりともらえなかった。とうとう母親からもらえなくなった。まあ毎日もらってるからね。Tシャツの愛よとかじゃなくて、毎日じゃないけど普通にいつも外食行ってるからいいか。いや、俺外食のファンなんですよね、本当に。外食が好きなんだよな。まるまるのファンって言いたいのもネタつい野郎たちにね。ネタつい野郎って言いたくないけどいいよね、なんか仲いい感じで。よくねえよ、ネタつい野郎って言ったからって仲いいわけじゃねえだろ。なんかね、まあ満載っていうツイッター、俺は自分の思想をばらまいていって、ちょっとそういう人たちから、俺が好きな人たちから嫌われようかな。そして精神を死のうかな。いや、本当になんで俺をリムーブするの。嫌な、俺は見たいだけなのにさ。確かにいいね、確かにね。人の会話をすごいなんかいいねする癖があるんですよ。ちょっと嫌がらせですよ、それは。普通に新型マイクさんにフォロー消された。まあ動画では言うけど、新型の麻薬だぞ。新型の麻薬にさ、新型マイクさんに俺ね、サバカブロックされたのはね、しょうがないです。なんでかって、普通にこの人のリアーカーだからさ。で、なんか、満載っていうサイトで、まあ、どう、なんで満載かっていうのはちょっと、まあね。で、なんかね、
満載でなんか麻薬の記事書こうとしたやつがいるらしいな。誰なんだろうなそれは。うん。って言っちゃうけど、多分ね、ま、なんか俺が思ってる人はなんかね、単純に俺は悪い人なんで、そう思ってる人は2人はいるけど、多分やってないと。その人は書こうとしてないと思う。でもな、悪口言いたいな。俺はめちゃくちゃ面白いんですけど、YouTube で人気にならないな。普通に分かりやすくないから。やっぱり、面白いものって分かりづらいしね。人の、なんだろうな、人によるよね。その時の感情とか、その人に対する考え、その人についてどう考えてるかで全然違うじゃん。ね、どんなに柴田が面白いことやったって、俺は柴田のことは好きじゃないから、柴田さんだけどね。さんってつけるのやめようかなって思うけど、柴田さんってつけた方がいいけどさ、どんなになんか面白いことやってても、この、もしバンビがめちゃくちゃ面白いことやってても、俺は面白いと見れないっていうのはあるよね。だから一回つまんないことをしちゃうと、なんかすごい見られ方が大変になっちゃうよね。ああ、こいつつまんないやつね。ああ、こいつつまんないやつねってなっちゃうじゃん。東海オンエア面白かったけどな。東海オンエア面白い。東海オンエアつまんないと思ってるのかっていうと、ね、どう考えいいですよね。そろばんの動画普通につまんなかったですけど、そのつまんないからって怒っていいわけじゃないし、まあ確かにね、そろばん殺害予告の人はなんか酔っ払ったからとか、でも昨日思ったんですよね、なんかライブ行って酔っ払ってうるさい人来て思ったけど、よく考えたら酔っ払ってるからっていう理由でそういうことしちゃダメだろなあ。酔っ払いだからそういうのやっちゃダメだろ。普通に警察通報した方がいいだろっていう俺は怖い人になっちゃってるけどさ、俺はめちゃくちゃ怖い人なんだけど、その酔っ払いっていう文化を普通になくした方がいいよな。嫌だもんそんな。なんで酔っ払ったからって許されんの。ただの怖い人じゃん。え、ちょっと待ってってなるじゃん。日本のその文化嫌だな。酔っ払ってるやつはコンビニゲロ吐いてもいいっていうかさ、むちゃくちゃなんだよなそいつら。酔っ払い本当死んだ方がいいよな。マジで酒はダメだな俺。酒の味覚えない方がいいな大人になって。絶対ね。未成年だからっていう理由で俺はなんか、でもなんかさ、俺はね、あのヤンキーのこと言うやつは全員つまんないと思ってるんで、俺はね究極の陰キャなんで、陰キャの中でもね、陰キャの中でも陰キャとは真面目ない、陰キャも嫌なんで俺は。陰キャも陽キャも嫌いなんで、どっちもね、つまらないんで、まあ面白い陰キャ、面白い陽キャいると思いますけど、まあ面白さだけが俺の人生になってる、なりつつあるのはちょっと怖いです。いやでも昨日久しぶりにライブ行くからってなんか都会に出たわけよ。人の目怖えなあ。もう、俺がいかにちっぽけな存在か知っちゃうよね。人の目が怖いけど。でも普通に店入ったら、やっぱお店の人はスマイルいいな。思ってないスマイルでも嬉しいわ。人の目怖えし、なんかすごい高い車がよく通るんだよ。でも違うんですよ。単純に俺人の目を合わせちゃう癖があって。俺も顔死んでない。喧嘩売ってるみたいな目になっちゃうんですよ。喧嘩売ってるんですよね。どんな人だろうな、どんな人相してるんだろうなって見たらね、あの10割みんな顔が怖かったし、いつナイフで刺されてもおかしくないようなやつらしかいませんでした、都会は。もう都会めちゃくちゃ怖いよ、俺引きこもりだから。外怖いな。なんで外あんなに怖いんだろう。すごい引きこもりだ俺。いやー外怖かった。もうそういう病気だけどさ、病気じゃんそれは。なんでみんなあんな人相悪いんだろうな。金持ちのおじさんが乗ってる高え車に乗ってるおじさんマスクしてめっちゃ目つき怖かった。でも俺も多分人相は悪くないけどね。まあ俺が一番ヤバそうな顔はしてたけど、その中では。いやー怖いね。何されてもおかしくないな本当に都会は。人相大事だな。でも俺の人相良くないんですよね。人相でも悪くはないよ俺の人相は。いやー都会怖かった本当に。俺だけだからな楽しいことして生きてるの。まあそれはないけどさ、まあ今のところ親が俺の分の苦労までね肩代わりしてるんでね、もうなーやばいなーってとか危機感をね感じてないよ。もうやばいなー。でも早く人気なんねえかなとか、もう YouTube で金稼ぎてえけどそんな楽にはいかねえんだけどさ、稼ぎてえなーって稼ぎてえとは思ってないんだよな。もう
な、適当にスマブラのトレーニングで動かないコンピューターボコボコにしていく生活したいな。あー楽してーよな、みんな。俺も楽したい。楽すんのは最高だ。でも雑談は頑張っていこう、どう俺が面白くなるか。面白くなりたいんだよな。面白くなるためには面白い人に囲まれなければいけない。面白い人に囲まれるためには自分もある程度面白くならなければならない。大変だー、面白くなるの大変だー。それも面白いことって人それぞれだしさ、もう俺に突っかかりたいやつは俺の動画見て笑えないわけじゃん。だからやっぱ結構人間性、まあ、あの人間性の仮面ですよね。みんなに見せてる部分の人間性はよくしなきゃいけないのかもね。それをその包み込んでくれる人って何見たって面白いって言ってくれるからさ、まあ面白いことしていきたいけどね。面白いこと、雑談、雑談楽しいし面白い人間になりたいな。雑談面白くなりたいな。見返したいな。みんな見返したいっていうか、みんな俺の雑談見てくれないんですよね。まあ見てくれてる人はいるんだけどね。みんな見てよ、見てるよって人は、なんかその画面の前で手振ってもらうとかじゃなくて普通にコメントしてください。うん、でもコメントって抵抗ありますよね。でもいいねも誰がしてるか分かんないのやめてほしいけど、でも誰がしてるか分かんないのって意外にいいんだけど、やってる方は俺がいいねしてるよって感覚でいいねするんだけど、こっちにとっては誰かがいいねしてくれるっておしまいですから。で、高評価してくれたから〇〇さんが高評価をしてくれましたとはならないんだよな。どういうことだ。あ、さっきから喋りすぎてめちゃくちゃ水を飲んでしまう。俺の水の飲み方ダメだな。俺水分を水分と思ってない人間なんだよな。なんか胃にあげてる感じ、胃に水だよって入れてる感じで口の中に入れてないからぐちゅぐちゅペとか言いそうになった。普通に言っちゃったけど口の中でゆすご。俺はもしかして水を飲んだ時の喉越しが好きなのか。俺は水を飲んでるけど、水って飲むのめっちゃうまいな。めっちゃうまいな。でもなんでこんな、これがもっと続かないんだろう。悲しいし、こんなに水飲んだら普通にお腹壊すし。ラーラーラー。いやー、倍増さんに面白いって言われてるのは嬉しいけど、普通に満載でハブられててかわいそうだったな。倍増さんに面白いって言われたの嬉しかったけど、普通にそのツイッターのチャンネル、ツイッターのブランドの価値を落とさないためにツイート消されたのめちゃくちゃ悲しいし、全ツイ消ししてたな。それは普通に悲しかった。俺のツイート残してよって。結構それでいろんなチャンネル登録者増えたからな。それか深夜のテンションで見て、もう一回見返したらこいつ何一つ面白くないねえじゃねえかよって思われちゃったのかな。それは嫌だな。面白いのに。ああ、面白いの無事な。俺の雑談でもね、やっぱお話とか雑談とか人が出るんでね、俺はどんな人だろうな。めんどくさがり屋ですよね。すごい。まだ動画のタイトルつけてないし。みんなの喜ぶ顔が見たいかって言われると、難しいですよね。見れるもんなら見たいですけど、とんでもない自分労力をかけてまで見たいとは思わないよな。なんか水溜りボンドってやっぱ絶対人の笑顔大好きじゃん。だからすごい頑張ってるわけじゃん。みんなにどう嫌われないかとかよりも、みんながどう快適に動画を見てもらえるか、いい動画と思ってもらえるかっていうのを努力して、水溜りボンドについて語ろうかな。まあ水溜りボンドは最高なんですけど、まあ東海オンエアと水溜りボンドが合体した本当に水溜りオンエアってものができたら最強なんだよね。まあ、水溜りボンドってその人としての面白さだったら、その天然で出る面白さじゃないんですよ。そのなんだろうな、面白くするためにしてる人っていうか、難しいんだよな。なんか芸人さんで例えるのはおこがましすぎるから、シャムさんみたいな人っているじゃないですか。その人の天然な行動が面白いからっていうわけで、その人が作り出したものは面白くなくて、誰か第二者っていうか、もしくは第三者、まあ他の人が面白くする人いるじゃないですか。でも俺は普通にシャムさんに活動してほしいだけなんですけどね。でもやっぱすごいクズなんだろうなっていうのは分かったけどね。
ねえ、でも俺もしっかりと性格悪いんですよ。最近思ったのが、俺性格悪いんで性格いいって思われたいんですよ。だから俺は実は性格悪い、性格悪い風にしてきたけど、しっかりと俺は性格が悪かった。あと普通になんか、俺はツイッターでオタクやらなんやら言う人、全然オタクやらなんやらとか、せっとかね、そういうことをね、連呼するやつは全員つまんないと思ってるんで、そんな言葉に逃げるやつ全員つまんねえからさ。俺はそんなにね、俺ミュートワードになんかその、経験者とかさ、陰キャ陽キャとか入れてますし、あいつ、そんな用語使ってる奴らが面白いわけないんだよな。お前、何をもってその言葉が好きなんだよって話で、ツイッター喋ってる人な。まあ、俺はなんか、おかしいわけじゃないんですけど、俺の大好きな恋のダイナマイトダンスの歌詞をビオと現在地に書いてるんですけど、これはちょっとよくわかりません、僕には。あと、めちゃくちゃいいねされてないな。すごいツイートのキレが悪くなったな。まあ、ネタツイしないでいいねもらえないんだよ。どうしよっかな。でもネタついてさ、何もわからないもんな、人間性が。だからスイピラさんは言ってたのか。でもこの人がこんなネタついしたからこんな人だろうって全く推測できないから面白いのかもな。面白いこと言ってりゃ勝ちなんだよ。面白い人になれるから。いくら人間性がクズだろうが。もう隠し通してるんだろうな。面白さのみで勝負するんだったらネタツイートした方がいい。まあネタツイートなんて、そのツイッターっていうその制限された空間の中で140文字だったり、制限された空間の中でどう面白いことしていくかっていう勝負だから、俺の雑談っていうのは何だろうな、難しいよね。っていうか、俺の面白く見るためには俺の動画全部見なきゃいけないわけじゃないですよ。俺の脳みそ見なきゃダメですよ、俺の雑談面白いと思うためには。だからダメなんだよな、YouTuber としてちょっとダメなんだよな。俺は俺の動画見るために俺の脳みそ全部見なきゃいけないし、俺が考えてることと俺にならなきゃダメなの、無理じゃない。俺を面白く思うんだったら俺になれっていうのが俺のやり方だから、すごい松本人志さんだな。俺は影響受けすぎてる感じがするな。やめよう、無理だな。いいよな、あの人の喋り方。あんま見てないけどね。親と見るの気まずいんですよね、なんか。あの番組、ワイドナショーだっけ。柴田さんが、水溜りボンドはつまんないって言ってましたけど、まあ、それまでの人なんだなと。ツイッターのジャスミンさんって人はいるけど、なんか見てる YouTuber で水溜りボンドいなかったの。なんでだろうな。でもやっぱり水溜りボンドっていうのは、最近なんかね、ライブ行って、ライブをお母さんと語ってたら、そのオタクじゃなくてっていうのは違くて、語りたい、いろんなものを語りたいモードになってしまって、水溜りボンドってやっぱりその水溜りボンドさんがそのいろいろその出方を伺っていた時から見るのが面白いんですよ。今はすごいね、むずいんですよね。そのなので、めちゃくちゃ面白い人たちがやってる内輪乗りみたいな感じがするんで、まあ、分かった振りでもいいから、分かった振りができないと面白くできないんですよね。多分この人はこんな人なんだろうっていう動画に出てる説明を全て踏まえてみたら超面白くなるんですけど、なんかその、進みすぎちゃって、やっぱり、もうすごい一元さんお断りな感じがするのが今すごいなって、俺はめちゃくちゃ面白いなって思いながら見てるんですけど、やっぱりね、究極に面白い人たちがやる内輪乗りみたいな感じあるんで、でも本当に水溜りボンドさんめちゃくちゃ面白いよな。まあ企画とかはね、企画じゃないんだよな、人としての面白さだからさ。まあ柴田さんがなんだろうな、チャンネル登録者90万人いるのはなんでなんだろうな。90万人の人が柴田さんを見ようとしてるのかな。なんでだろうな。
でもやっぱ柴田っていうブランドなんだろうな。柴田さんは好き、斉藤ひかるはみんな好きなわけじゃないんだけど、柴田っていうブランドが好きなんだろうな、みんな。それはあるよね。あとシャムさんに語ってるの見たりとか、なんだろうな、なんであの人を見てるんだろうな、みんな。柴田が好きかって言われたら難しいよな。柴田好きな人ゼロ人説。ヒカキンのアンチの数なのか、あれは。いろんな YouTuber のアンチのやつの合計なのか、あの数字は何なんだろうな、90万人。まあ、頑張ったでしょうみたいな、ちょっとなんかね、あいつもご苦労さんみたいな、なけなしっていうかね、なんだろうな、同情の、ね、今、同情のって言葉ができて、あ、なんか、なんだっけ、あの言葉って思ったら、あの同情するなら金をくれってやつでね、俺あれ嫌いなんですよ。なんとなくね、見てないですけど、同情するなら金をくれって。ね、あれ、なんとなく嫌いです。毛嫌い多いんでね、毛嫌いしてるもの多いんですよ。いろんなもの毛嫌いしてるんで、アイドル毛嫌いしてるんで。単純に俺は世界一可愛い子を知ってるんで。ほにゃらね、すごいね、テレをごまかしましたが。最悪ですね。最悪ってあんま言いたくないんです。だって最悪なわけないから。ああ。ね、俺の最悪は普通に、レイプして殺すことを最悪だと思ってるんで、俺の基準はね、レイプして殺すことを最悪なんでね、レイプとかもね、よくよく考えたらね、レイプネタとか見てね、ほほーって思ってましたけど、よくよく考えたら、むちゃくちゃ最悪じゃねえかよって思って、笑ってる場合じゃないんですけど、やばいなって思った。そういうのを描かれてるの見たらね、やっちゃダメだよみんな。いや、これはね、やっちゃダメだよって言ったら、ちょっとやってもいいよみたいな雰囲気あるじゃん。なんかもう、俺は泣いちゃうな、本当に。そんなことする人。なんか嫌だな。なんでそんなことしちゃうんだろうな。でも殺すって立ち悪いもんな。なんか殺人もダメだよな、どんなに人を殺すのが好きでもね。え、なんかダメだよな、そういうことしちゃ。人を傷つけるのは良くないな。リストカットなんて、俺はメンヘラよくわかんないけど、リストカットって見せるでしょ、あれ一つの芸でしょ。ガチでリストカットのマニアでリストカットしてる人ってまあ何人かいるでしょうけど、いなくないか。ツイッターにあげるからみんなリストカットするんじゃないの、ユリニャとか。本当は痛いからしたくないけど、みんなが心配してくれるからって。俺もみんなに心配してほしくない してほしいっていうか、構ってよ、俺に構ってくれよなあ。俺はそういうことはしないけど、全然みんなコメントしなくなった。まあ、コメントする価値とかじゃなくて、コメントしづらいのかな、俺は。まあ、みんながコメントする価値って、コメントを返してくれるからみんなコメントしてくれるんだよな。こいつは底辺 YouTuber だからコメント返してくれるだろうみたいな感じでやるけど、そんななんか、ねえ、返したいなってコメントっていうのは難しいじゃん。コメントなんてコメントにしか過ぎないんだからさ。返すも何もないと思うんですけど、いちいち返すのもなんか、でもネット腐りすぎてるよな。そういうギャグかなって思う人何人かいたもん。いや、最近もびっくりした。なんか、まあ、最新のコメントはね、最後汚ってコメントなんですけど、まあ、これはね、汚いんでね、全然合ってます。こいつなんだ、このアイコン。なんだよ。なんかね、1個目いただき、気持ち悪いね、君は、って。最悪のダブルスクリューパンチ、俺はダブルスクリューパンチです。だって言いました。なんでかって言うと、そもそも1個目いただきってキモいじゃん。1個目いただきって、まあね、コメントしてくれるならみんないいですけど、常連さんはどんどん1個目いただきって言ってください。気持ち悪いね君はってさ、唐突に来てさ、ドルルルルみたいな神綱嵐じゃん。そんなもんすごい、今肉がすごかった、今もすごいけど、
いや、それすごいなって思っちゃって、最悪の W スクールパンチだって言って、トリプルスクールパンチですよ。こいつコメント返さないんでね。この動画を見てる人、もしくはこれから俺の動画を見る人は、必ず動画を1回再生するごとに ごコメントする権利と義務を授けましょうっていう動画に、こういった低評価をしてるわけ、コメントしてるんですけど、何が気持ち悪いねって言ってんの。気持ち悪いね君は。どこが、本当にそういう奴ら多いんだよ。脳が死んでるから、主語がないんですよ。俺のお母さんと一緒、俺もないけど、みんなないわけじゃない。主語がある人はいっぱいいる。ない方がおかしい。気持ち悪いね君はっていう、そのブーメランとかじゃなくて、もう嫌だなって思っちゃわない。初対面であって気持ち悪いなって思うな。さ、お前の負けだからな、気持ち悪いって思った方がっていう、俺は思うんですよ。お前には耳も目もないんですよ。どこがっていうのも分からない。脳みそねえから、先生は死んでます。本当に生きた屍です。はい、ね、もうソフトにハードに死んでいってほしいな。ハードに死ぬときじゃないけど、ゆっくりとお前は死んでいってるんだよ。俺は生きてる、楽しいことして、楽しいことしてる。でも俺、お前は死に向かっていってるだけ。俺は死が近づい、死が、死に近づいていってるだけ。生きてる、お前は死んでいってる。うん。みんな死んでいってるだけですからね。俺は楽しいことしてるんで生きてます。生きてていいなーって思ってます。人生楽しいなーって。それはね、辛いこといっぱいあったんだよ。いや、でも一番辛いのって、すごいでかく辛いことがない人なんだよな。人生がずっとちっちゃな嫌なことの連続だったら、人生なんて楽しいと思わないんで。でももうな、ね、俺はすごい辛いことがあったらさ、すごい辛いことがあったら、それ以上のことが来ても、その0からこうまでの辛さがさ、じゃあ0から200、0の生活から200ダメージを食らったらさ、200ダメージ初めて食らったら最悪すぎるってなるじゃん。ゲームとは違ってさ、毎回200ダメージ食らうわけじゃなくて、200ダメージ食らったことあるかないかっていうのが人生にあってさ、じゃあ今度300ダメージ食らったって100ダメージのショックもないじゃん。じゃあそんな、うわ辛いけど100ダメージで済むじゃん。300ダメージは受けないんだよ。200ダメージ分のね、1回それを乗り越えたら、多分200くらい防御力あるから、でそっから防御力がどんどん重なっていくから、100ダメージしか受けないと俺思ってて、まあ辛いことは辛いことに変わりないんですけどね。え、まあ生きててよかったね。やっぱ生きてみるもんだね、本当に。でも生かされてるって言っちゃ生かされてるけど、扶養家族ですから俺はね。でも そんなこと言うなよって俺は思うんですよね。しょうがないんだもん、扶養家族って言っても。うーわ、でも働きたくないな、働きたくないな。みんな人間腐ってるからさ、コンビニ出たら文句言うジジイとババアがいるじゃん。ぶん殴ってもいいかな、そいつら。本当に言われたことないけど、変なババアとか言ってさ文句言う人いるじゃん。俺は言わないですね。言わない方が辛いのか分からないですけど、俺が働いた時に言われるのが嫌なんで言ってません。うん、絶対そういうこと回り回ってくるんでと思ってるんで。というか、そんな人に言わないだろ文句なんて。そんな、その興味ないんだから、ぼーっとしてるだろ。逆になんで文句言ってくんだよって思いません？ジジイとババアやばいよな、口臭いし。そういうやつは絶対口臭いから最悪だよな。説教されて口臭いしって、俺じゃん。俺も口臭いですからね。今も口がやばい。いや、今は臭くない、でもちょっと臭い。マックの匂いになってる。マック食ったから。もうマック食いすぎた。もうなんだろうな、ダメだな。もう一人前で生きていかなきゃな。一人前でになるって意味じゃなくて、単純に並盛りってことね。牛丼で言うと牛丼で言うと何盛り何言ってんだっていうか、その人の食う普通の量を食って、俺ってやっぱなんか単位が1個とかしかないんですよ。なんでかっていうと、水を1リットル飲もうが、あの350ミリリットル飲もうが、単位は 1個なんですよ。水1個なんですよね。だステーキも1ポンドだろうが 150g だろうが1個なんですよ。お腹はいっぱいになるんですよっていう、ちょっとバグった人間でね。だからめちゃくちゃ食えるわけじゃないです。食べれる量の上限は決まってるんですけど、だから言ってその上限目いっぱいに食ったところで、少ない量を食ってもお腹いっぱいになっちゃう人間なんですよねえ。だから少ない量にしよう。今日もマック今日、じゃあ俺マックの量の定義を決めよう。どうしよう、フィレオフィッシュで1個でよくね。フィレオフィッシュとアップルパイ相性悪いな。
ィレオフィッシュ食べてからコーラで口をゆすいで、ゆすいでっていうのはフィレオフィッシュの味をコーラで打ち消してアップルパイ食うか。何食おうかな。リンゴプチパンケーキ食ったら口の中でなんか水と混ざって死にかけました。普通に俺はスシローでね、あの大学芋を全部を口の中で溶かして窒息しかけたことあるんでめっちゃ怖かったです。全然息できないってなって、なんかもう4歳くらいで知るような情報をなんか16歳になって知っちゃってちょっとショック受けました。あ、俺まだ俺やばいなと思って、人生始まったばっかりじゃんと思っちゃった。そんな失敗するようじゃん。うまーい。面白くな。うまーいって言ってるだけで面白いんだけどね。つまんなすぎて。でもこれ見返したってクソつまんないですけど、今やってるから面白いんですよ。面白くないっていうのが、そん見返したってそんなの全く面白くないですか。あー、お腹冷えんのやだから閉めちゃおっかな。扉を閉めちゃおうって、それなんかちょっと陰湯じゃん。陰湯暗湯、陰暗湯、暗陰湯、その心の扉閉めそうになってんじゃん。扉閉めちゃおっかなって言わないじゃん。本当に扉とかドアを閉めるんだったら。何かが終わる、何かの制限、何かの締め切りみたいなさ、何かを伝えようとしてるじゃん、俺は。意味がこもってるじゃん、それは。別の。そんな感じで言ってるけど、普通にドアを閉めようとします。やることありすぎるからないな。やることないんだよな、俺。喋ることしかないんだよ。親がいないときに大きな声で喋ろう。あと、お風呂と歯磨き毎日しようかな。あぶね。めちゃくちゃ個人情報あった。もう嫌なんだよな、個人情報バレんの。ていっす、俺本名バラしてんだよな。何考えてんだろう、俺。まあいいか。なんか俺の本名なんか芸名っぽくないんですよね。で、芸名っぽい名前にしました。はじま京志郎。なんかさらけ出してんね、今日いいじゃん。俺いいね、今日。いてて、こう、あんま肩回していけないな。やばいな、もう一日二十何時間くらい、何時間いいんだろうな、ベッドの上。いや、妄想すんの楽しすぎんな。ずっと妄想してさ。みんな、動画にしてないとき俺、あ、どうも、チャンネル登録者700万人いた、はじま京志郎ですっていう、気持ち悪い雑談してるんで。俺、でもその話を本当にしたなら、何一つ面白くないのが面白いんですよね。今、思ったら。内容がないんですよね。まあ、700万人でお金あり余ってますけど、みたいな。クソみたいなトークしかしなくて、俺が本当に700万人だったらそうなっちゃうのかって思っちゃうとちょっと悲しすぎるね。マジの衰退、衰退しきっちゃってなくなってびっくりした俺。もし本当にそんなトークをするような人間になってしまったら俺は終わりです。どうなんだろうな。俺は終わりですって本当に終わりなトークじゃん。俺が本当にもね、実感がないじゃん。700万人になってるっていう、だって700万人になってないんだもん、実感も何も。実感がないんですよねって、面白くなってないのに。人気にならないで面白い人たちだけで面白いことしていきたいな。あとお金。お金は何円くらい欲しいかな。なんか普通に自由に使えるお金、毎月50万欲しいな。めっちゃ稼ぐじゃん。年収1000万は必要じゃん。年収1000万円、万円、万万円、万円。でも生活ってめちゃくちゃめんどくさいんだよな。よくよく考えたら。
でも生活大変すぎるよな。今お母さんに任せっきりだからさ、俺はニートなんで。うん、お母さん、なんかママっていうのやっぱやめようかなって思う時期にようやく入った。まあでもね、お母さんを呼ぶときはママって言うんですよね。ママ、ママ、ママって俺言うんですけど、人と喋るときはママっていうのはやめました。普通に嫌だなって。泣きそうになる、そんな。俺がさ、19歳とか20歳になってもどうせママって呼んでたら多分、親が呼ばれるためにね、目が潤んでしまいますよ。ねえ、どこで育て方を間違えたんだろうって。まあ、全部。全部とかじゃないけどな。働きたくないな。重労働したくないな。その願いを突き通して願いを叶えようかな。いや、お前を餓死するだけだぞ、それだと。でもやっぱね、手っ取り早く金稼ぐのは面白くなるだけなんだよな、っていうのはそんなわけないけどさ。面白い人が稼ぐのって20年くらいかかってない？芸歴何十年とかになってようやくギリ売れてるか売れてないかじゃん。面白いので稼ぐの難しすぎるな。暗闇の中をただ歩き続けてるだけだからな。それは正解なんだけど、正解って難しいな。みんな暗闇の真っ暗闇の中をただ歩き続けてるだけ。毎日が不安。大変だな。それでも面白さを貫き通した勇者だけが稼げるって大変だ。不安は考えれば考えるほど出てくるけど、考えなくても出てくる時はある。悲しい。不安嫌だなーって言うけど、考えれば考えるほど不安は増えてくからな。でも考えなくても不安はあるんだよな。それが不安です。なんかすごい自己啓発な感じが今日多いな。何も何のためにもならない自己啓発、面白いな。最悪な自己啓発。自己啓発ってなんだ。いやー、楽してーなー、楽したいなー。でも楽しすぎだな。やっぱ今俺は究極の生活をしてる。生活はできてるけど、その生活の後片付けみたいなめんどくさい部分は一切やらずに。うん、赤ちゃんじゃん。赤ちゃんってこんないい生活してんだな。うん、でも今俺好きなことできてる赤ちゃんだ。ダメじゃん、それは人として。赤ちゃんの良さと、俺はもうやっぱ雑談って喋り、一人ごと楽しいんですよね。動画 YouTube 動画上げて、あ、今日また面白いことできたな、やったーって思いながら生きていくの楽しいんですよね。あとスマブラでよくわかんない、なんかね、あのバッチじゃない、スピリットでガンガン強化して超攻撃力になったプレイヤーっていうかキャラでね、動かないコンピューターをボコすっていうね。ボコすわけじゃないんですけど、まあ、単純にどんなキャラクター使っていこうかなみたいなことをするのが楽しくて、あとは俺もう寝ながら妄想です。エッチな妄想と空想ワンピース、妄想空想ワンピース。いやー、妄想ワンピース楽しいな。漫画めちゃくちゃ面白いんだよな。俺でも月にかかるし結構かかってんな。ニートなにめちゃくちゃ金使ってるな。仕事したくないよねみんな。俺なんか俺が人気になるまでの補助で、なんか YouTuber 補助制度みたいな最悪な制度欲しいな。俺にだけ適用してほしい。他の YouTuber には適用しないで。俺が真の YouTuber だからな。お、こんなに熱い底辺 YouTuber っていんのかな。見ないんですよ。俺は多分やり続けたらめちゃくちゃ有名になる、その次の時代のトップを駆け抜けていく YouTuber にはなると思うんですけど、でもなんかまだ俺は完全体じゃないんだよな。普通になんか視聴者との間で揉めそう。そういう未成年インコとかで、そういうので俺失敗しそうだなってのあるんですよ。オフパコ怖いからできないな、そんな人と会うなんて。人は怖いからな。幕末志士もやめちゃうんでしょ、そんなしょうもない女一人って。すごい女、そいつがしょうもない女なるだけでね、かわいそう。女性はそういうことになんか
何か思わないのかな。あなた一人の価値と坂本あの幕末志士の坂本さんの価値が一緒だと思ってんのかな。逆に思っててやってるなら相当ななんかやばい人だよな。なわけないじゃん。お前とさ幕末志士の人がその価値が一緒なわけないじゃんって。求められてる数が違うわけだから価値も違うわけさ。まあ、それで殺されるのはかわいそうだよね。どっち、マイケル・ジャクソンの、マイケル・ジャクソン死んじゃってるな。どうしよう、誰だろうな。めちゃくちゃ橋本環奈と、なんか普通の一般人どっち助けるかで、みんな橋本環奈助けたら嫌だな。それは俺がそっちの橋本環奈で、もう終わりじゃん。ああもう終わった、隣に橋本環奈いる、あの絶対俺助けられないじゃんって絶望じゃん。嫌だな、それは。それでも橋本環奈を助けた方がいいとは思わないな。俺は、俺だって助けられたいから。そう考えた時の絶望感異常だよね。やばいな、やばい、溺れそうってなってさ、うわ橋本環奈溺れてるって終わった俺助けられんって、その二人乗り用のボードで一人乗ってきてさ、終わるじゃん。そんな絶対俺は助けられないじゃんってなるじゃん。普通に それから橋本環奈に取り付く怨念となって生きていくんだろうな。怨念っていうか、そのと考えた時に橋本環奈は絶望の象徴なのかもな。俺毛嫌い人間なんでね、その怒ったカンナ、許さないカンナ、橋本カンナってみんな言ってるけど、なんかいかにも一発ギャグって感じなギャグだね。いいね、あの番組。なんか俺はなんとなく毛嫌いしてるんで、俺は俳優とか女優のアンチなんで、芸能人のアンチなんですよ。なんとなく芸能人が嫌いなんで。でもそれっていうのは本当に芸能人が嫌いなわけじゃないんですけど、俺そもそもテレビ嫌いなんでね、テレビ面白くないんで、なんか毎回なんかクソな番組しかやってなくて、面白いものはもう見つけたんで、でも親がテレビ好きなんで、なんかそんなもんで笑うなよってすごいひどい人になっちゃうんですよ俺。テレビ見てお母さんがすごい笑ってるから、いやそれを見て笑うなよってなっちゃってさ、なんかそもそも俺がやってんのこじれた人がやってる面白さだからさ、こじれてる人しか面白いと思わないよね。そういう時点でそれは人気出ないよなっていうのはあるよね。人気ってむずいね。でも何かね、成瀬はすごい人気になってよかったね。俺は何か呼び捨てしてるけど、何かゲロネタしかやってないね。汚いネタしかしてないね成瀬。ユーモアが死んだ、ユーモアを殺したから、代わりにね、まあ、TikTok 見てるやつなんで、そんな面白いナルセを見て面白いと思わないだろうからね。えで水の味わかるってすごいどっかで見たことあるよね。ただなその俺がなんか昨日は水の見比べとか誰かやってたなみたいな思ったら、お前たちがやってたんか。 TikTok の不快性にこれだと訳が違うんだよな。誰でもない、まだ全然人気が出なかったから面白かったのに、めちゃくちゃ人気のある成瀬がやったら違くない？それは。まあいいや。まあでも成瀬とコラボしなくてよかったな。すごい幻滅してたと思う。今は成瀬のことあんまよくわかんないで嫌いになってよかった。あんまよくわからないで嫌いになってよかった。
俺は成瀬をそういう嫌いな形でになってよかった。嫌いじゃないけどね。まあいやでも嫌いだな、これはしっかりと嫌い。そのいやよいやもいやも好きなうちっていうか、最近ツイッター見てないけどな。普通にツイッターキモすぎてさ。成瀬のツイッターカロリー高いんだよな。あんな見れないよ、カロリーきつすぎる。胃もたれしちゃう、あれ見ると。成瀬のツイッターね、やばいからね。すごい成瀬って成瀬って言ってた。普通に成瀬の LINE 持ってたけど、いつの間にか退出してた、消されてました。なんか身辺整理っていうか、身辺整理って死んだ後にやるやつじゃん。あれだよ、 LINE のなんか友達を整理してたんだろうね。なんかあったのかな。整理してたら俺はいつの間にか消されてました。でも人気になってよかったわ、本当に。それだけでいいよ。どん底のパワーを人気に変えた男になるせ、どん底のパワーを面白さに変えた男、羽島清志郎でしたね。え、ツイキャスの成瀬は、成瀬の話ばっかしちゃうけどさ、ツイキャスの成瀬は面白くなかったけど、面白かった、ああ笑えたんですよね。面白かったかっていうと、面白かったか、面白かったな。でもなんだろうな、面白いことは何一つ言ってないけど、面白い勢いで笑わせてた、それは良かったね。でもなんか、でも囲碁研究会の動画は面白いです。もうないですけど、あれは面白かったな。でもつくけんさん辞めちゃったしなまあ無責任な人多いんだろうね。つくけん夢を諦めてしまった。でもあのまま行ったら面白い YouTuber にはなれても、人気にはなれないんだよな。だから今すごい正解だと思うんですですね。つくけんさんも社会人になっちゃったし、大変だ。俺もそのうちやりたくないことしなきゃいけないんだよな。生きるか死ぬかで考えたとき、生きるを選んだ時にやりたくないことしなきゃ、生きるためにはやりたくないことをしなければいけない。俺もいつかは来るんだろうね。だからその時まで楽しまなきゃ。でもその時になっても俺は逃げますけど、逃げ癖がついてるんで逃げよう、めちゃくちゃ逃げまくろう。逃げれるもんなら逃げてやろう。ベーシックインカム早く普及してほしいな。仕事したくないから。誰が一番仕事したくないか選手権しよう。そして俺が優勝して仕事しないで生きていこうそれ面白いな。誰が一番仕事したくないか選手権って言って、面白いな、それ。誰が一番仕事したくないか選手権って。いいネタ思いついちゃった。でもどういう動画にしよう。で、優勝俺。で、俺は。はい、じゃあ、日本人の平均年収242万円。あれ？
日本男性の平均年収なんだっけ、お1時間超えた。日本ジャパンジャパン、すごいな声が。日本男性って、平均年収出ますよ。出ない、出た、一番下に出てた。え、502万もらえてんの？平均給与480万。ああ、502万もらえてんの？嘘つけ。もらえてねえよ。もらえてねえって、そんな。もらえてないよな、そんなに。平均年収も、なんかめちゃくちゃ頑張ってる人いんのにな。年収500万なわけないじゃん。みんな240万円近辺で頑張ってるよ。ほんとに。ブラック企業で、給料安いところで働いて。だって500万ってめちゃくちゃ稼いでんじゃん。誰かが、そん中に孫がいるな。ソフトバンクの孫がいる。孫さんのせいで平均収入がぶち上がってる。罪な男よ。孫正義のせいでめちゃくちゃ平均年収が上がってしまいます。まあ、前澤先生もね、前澤さんもいますけどね。前澤さんのせいで平均年収が、平均年収上がるのはいいのか。平均年収500万だって。だん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 、だから働きたくない選手権で勝って優勝したらさ、賞金502万円もらおう。平均年収ランキングだって。うぅ、すごいな。ああ、いて、肩が痛いよ、回すのやめた。50代以上690万もらってんだって。だがばエネルギーひらねね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 ねエースロッカー、エースロッカー。あなたの適正年収がわかる。年収査定。キモ、何もキモくなかったけど。なんだこれ、めちゃくちゃもらってんじゃん。ジジイそんな金もらってんだ。ジジイすげえ金もらってんな。何のジジイ、何ジジイ800万くらいもらってんじゃん。何の仕事だこれ。ジジイすげえな。部下を理不尽に叱るだけでいや、まあジジイも頑張ってるけど、頑張ってるジジイもいるけど、仕事してる人すごすぎるよな。だってさ、俺は学校でさえ嫌だなって辞めたんだよ。まあ、学校を辞めたことは悪いとは思わんけど、嫌なことだからさ、仕事大変すぎじゃないか。バリバリ働いたら寿命めちゃくちゃ縮むんだろうな。で、余生楽しもうって言って楽しむ前に死んじゃうんでしょ、みんな。もしくは不良の事故で死んじゃうとかさ、余生、じじいになってから楽しもうって言って楽しむ趣味が、コンビニの店員を叱ることですか。違いますよね。叱ってるジジイいるけど、あれやばいよな。職場と同じノリで叱ってんだろうな。害でしかないじゃん、そんな。ねえ。なんか、親戚からいっぱいお金もらって、それで生活していこうかな。贈与税って物にもかかんのかな。物にはかかんないか。でも金直接あげたら贈与税くれちゃうんでしょ。でもなんか時計とかになっちゃうと贈与税払わなきゃいけないんだっけ。なんで贈与税って、めんどくせえな。贈与税なんか3000万以上になったら 55% られるらしい。ただでさえ金取ることおかしいのに、贈与なんてしない方がいいんだな。
家の中でお金あげたっていいんでしょ。家の中の親が200万あげようが贈与税、贈与税は発生しないわけじゃん。家の中で完結してるんだから。でもおじいちゃんとかがあげちゃうとダメってことなのか。贈与税怖え、税怖えな。早く政治家を政治ロボットにしてほしいなって言ったら、それ変な陰謀のせいで、なんか変な陰謀秘密結社のせいですごいダメダメな政治ロボットになっちゃいそうだな。まともに日本を運営してる人なんかあれでしょ、スクショ法案とかさ、やばいんでしょ。漫画村の解決にはならないけど、なんかツイッターのあれはめんどくさいことになっちゃうみたい。最近ちょっとお金使いすぎてんな。ライブに感化されて、ライブの CD いっぱい買っちゃった。あー買っちゃったよ。お金どんどんなくなるよ。どうしようかな。喋ることなくなったな。でもどうせまた喋りたくなるし、第2回戦始めちゃおう後で。